はい、えー、冷却灯トラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、えー、今日はですね、えーとまあ、密閉式冷却灯をお使いのお客様でですね、えー、密閉式のおー、あの、道中部の中を通っている密閉式の冷却水についてですね、えー、お話をしたいと思います。えっ、ー、と、密閉式の冷却灯っていうのは、えー、冷却水、 のラインとですね、え、それと、それをですね、え、ま、冷却水の外側から冷やす、散布水っていう二つの水から成り立っています。で、冷却灯の中にあの、銅チューブがいっぱいずらーっと通っててですね、で、その中を冷却水が通ってると。で、その銅チューブを返して外側から散布水によって冷やすというやり方の冷却灯になります。で、これ何がいいかと言いますと、冷却水側、 の,設備の方に送られる冷却水,の水質がですねこれ濃縮をしないということもあってスケール障害を防ぐことができるとなのでですね設備をすごくこう長持ちさせることができますただしですねこの密閉式の冷却水の方はですね密閉側の冷却水は 水の管理をですねやはりやる必要があるとでこの密閉式どういう障害が起きるかと言いますとスケール障害はないんですけど腐食が起こります腐食、えっと、の原因はですね水に含まれる酸素これ溶存酸素っていうやつなんですけど酸素に金属が触れるとですね腐食が起きるとでなおかつそれが水の中で起きる でえー、この腐食をですねどうしてもこう不正でやる必要がありますなので密閉側ではですね防食剤の添加によってですね腐食を防止することができると、あのー、これ意外とですね、えー、ご存じない方結構多くてですね密閉式冷却塔はですね水処理をしなくていいんじゃないかってこう思われる 方が結構多いんですけど実際は、ですねその胴チューブの外側でスケール障害が起きますので散布される冷却水は水処理が必要です、これはあのスケールの防止が必要になると、それと密閉側はですね胴の防食なんかをです、ね、やらないと胴チューブの内側からですね腐食を起こして穴が開くと。 こういったことも起きますので、えー、非常に注意が必要だと。はい、あの密閉式、えー、非常にこう利点はですね、えー、多いんですけど、やはりきっちりとしたこう水質管理をやらないと、またいろんなトラブルがですね、えー、起こるというお話でした。 はい、えー、当社ではですね、そういったあの、開放系の冷却等からですね、こういった密閉式の、あの、さらにその、密閉された密閉側の冷却水の水質管理までですね、行っておりますんで、えー、まあ、何かそういうトラブルでですね、お困りでしたらあ、ぜひお問い合わせいただければと思います。はい、えー、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。